全身チャンネル第268回。皆さん、ツイッターなどでお知らせしているので、すでにご存知かとは思いますが、全身チャンネルとテレビ東京のコラボ企画が行われています。コラボ企画。テレビ東京の YouTube チャンネルで中華家の特集が前編後編に分かれて配信されています。配信から1週間で20万再生を超える大好評とのことです。1点だけね、全身チャンネルを普段ご覧になっている方であればわかると思うんですけれども、 LINE スタンプは別に活動資金を集めるために作っているわけではありませんよ。もう間もなく完成して皆さんにお届けできる予定です。お楽しみに。今回の全身はこちら、8月24日号一面です。民衆総決起で改憲戦争を止めよう、黒岩訴訟構想を弾劾する、内部被爆隠す安倍に怒りの反撃を、広島市への原爆投下直後に降った放射性物質を含む黒い雨を浴びたにもかかわらず、国によって援護対象区域外とされてきた住民らが起こした訴訟で、広島地裁は7月29日原告84人全員に被爆者健康手帳を交付するように広島市県に命じました。これに対し市と県は8月12日判決を不服とする政府厚生労働省の要請に応じて広島高裁に控訴しました。原告の被爆者のみならず、福島をはじめ内部被爆と戦う世界中の民衆の命をないがしろにするもんです。断じて許すことはできません。 8.6 広島大行動の成功を引き継ぎ、国の戦争責任、被爆責任を追及して戦う被爆者と共に広範な運動を作り出そう。被爆を隠蔽し原発再稼働、核武装化を狙う安倍政権を打倒しよう。続いて4面です。銀行による支配ぶっ潰せ、レバノン体制変革求め万世のデモ。中東のレバノンでは昨年来、利益を独占する政府資本家と労働者との激しい戦いが行われてきました。今年3月にはレバノンは金融危機、デフォルトに追い込まれ、貧困と失業が急増しました。そして青年たちによる銀行による支配をぶっ潰せというスローガンの戦いが巻き起こりました。そうした中で8月4日ベイルート港で爆破事故が起きました。政府は危険な硫酸アンモニウムが十分な安全措置が取られないまま大量に保管されていることを知りながら何の対策も取らず放置していたのです。その結果として死者163人、負傷者6000人、30万人が住む場所を失った爆破事故が起きたのです。8月8日9日にはベイルートで数千人のデモが戦われ、10日にはディアブ首相が内閣総辞職を発表しましたが、怒りは収まらず戦いは継続しています。お知らせです。8月29日30日に全学連大会が開かれます。9月6日には各挙動整理集会が行われます。要項はこちらです。ぜひお集まりください。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルの DNN もぜひご覧ください。 Twitter と Instagram もチェックしてください。3 3 3